エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は7月の16日から22日のジェネラルリーディングで A のカードを引かれた方へのメッセージです。はい、 A のカードはラリマーのカードですね。ラリマーっていうんですけど、英語だと、ナーチャーというタイトルがついています。で、これ見てください。ほら、あの水のエネルギーですけど、この水、海の水というかですね、水の中にお母さんのような女性がいて、赤ちゃんをこう抱っこしてですね、赤ちゃんはこうお母さんにしっかりと守られてプロテクトされながら、でも水の中でしっかりとこうきれいにしてもらってる、清めてもらってる、まあそういったこう nurture というのは、あの慈しみ、育てるという意味なんですけれども、まあ、そういったエネルギーがラリーマーのエネルギーなんですね。で、あのちょっとまあ、ラリマーからお見せしましょうね。これ前にお見せしたことあるかもしれないんですけど、これがラリマーです。見えますかね、ちょっと見にくいかな。まあ、これは翡翠なんですけど、でこれはあの、あれですよね、あのヒデナイトと、なんだっけ、もうすぐド忘れしますね。まあ、ヒデナイトの一種ですけれども、こっちがラリマーですけど、こういうあのブルーのグリーン、ブルーと白とですね、ちょっとグレーとかも入るんですけども、ドミニカ共和国でしか取れないんですね。で、もうちょっといろんなこういう薄いのもあれば、ちょっと濃いこうターコイズ ブルーのような色が入ってるのとか、これもそうですね、これ指輪ですけれども。見えます？これはかなりこう綺麗なあのブルーなんですけども、これがあのラリマです。で、あのブルーペクタイトとか、あと、なんとかストーンってですね、なんだっけな、何ストーンだったかな。ちょっと名前で忘れしましたけども、あのそういう別名もあります。で、これもともとね、あの火山質の石なんですけれども、こう、それこそ、その、あれはカリブ海ですかね、あのドミニカ共和国のカリブ海のこの海の色ですかね、それでこう、あの、冷やされて、独特のこういう、あの、ナーチャリングのエネルギーあるんですよね。で、このカード引かれた方っていうのは、多分、今週は、あの、ちょっとこう、どん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 外に向かって、行動を起こしていくんじゃなくて、ちょっとしっかりとですね、自分をこう、あの、水で浄化をしてですね、あの、こうラリマーのエネルギーのように、こう、癒しのエネルギーですから、これ多分この水ですよね、これね、エレメントもね。だから多分、この水のグランドトラインで、ができてるって申し上げましたけど、そこにカイロンがいますよね。で、多分、なんかいろんなものが今出てきて、いろんなこともそれをあのやるために今までストラッグルしたりして、こう苦しいこともいろいろあった方だと思うんですけど、今週はやっぱりちょっと自分をしっかりとね、この自分の中にあるこういう慈しみ育てるお母さんというかね、失礼、あの地球のマザーアースのエネルギーですよね。と、もう一つは私たちの中にあるこう守ってもらってる子供のようなインナーチャイルドみたいなもの、その両方をですね、こう慈しんで、あの大切にしてあげることが必要だと思うんですよ。だから今週はなんかアクションをガンガン起こしていくよりか、でしっかりとこう、あのなんていうかな、あの立ち止まって、あの行くことがとっても大切なんじゃないかなと思います。うん、多分ね、今までこのカード引かれた方は、今まで結構自分は一生懸命プッシュしたりとかね、あとはちょっと長い間あまりにもこう自分をこういじめるじゃないけど、これでもかこれでもかってしてきたようなところがあるんじゃないかな。だから今週はしっかりと自分の内側に向かってですね、なんか思いっきりちょっと水と
を意識して生きてみるといいと思います。なんかゆっくりとね、お風呂に入ってみるとか、ね。あとは、そうですね。あとね、やっぱりラリマはさっき言ったように火山質で、それでも海の水で冷えてですね、こう、いろんな熱を持ったものをこう冷やしてくれる、クーリングエネルギーもあるんですよね。だから多分、それこそ実際に病気で熱を出したような方も引かれてるかもしれませんけれども、なんか、感情の海でね、ものすごくこう苦しくて熱くなっちゃってる方もいらっしゃると思うんですけど、もしこのカードを引かれた方がそういう状況でいらしたら、ぜひ、もしラリマーを持ち出したらね、ラリマーを持ってですね、それからまあラリマーがなくても、このカードをイメージしてですね、やっぱり水で自分を少し冷やしてみる。しっかりとこうアクションを起こすんじゃなくて、ちょっと内側に向かって、しっかりと自分の中のインナーチャイルドも、それから男性でも女性でもそういう慈しみを育てる、マザーアースのナーチャリングのエネルギー持ってますから、それまさしくカニ座のエネルギーとも関係してますよね。だから本当にこのカニ座の、ヤギ座の満月は、太陽はカニ座にありますから、このカニ座のと火星とですね、そして火星っていうのは火の燃える、ね、エネルギーですよね。それがずっとカイロンとグランドトラインにとってますから、そういうことに意識して水のナーチャリングな、マザーアースのそのエネルギーを意識して生活なさると、きっとものすごく深い癒しが起こるんだと思うんですよ。本当に世界サディアンヒーリングストーンって先ほど申し上げましたよね。このチャロアイトと、ね、それからこのスギライト、この紫の石ですね。そしてこの、ラリマーがですね、世界最大のヒーリングストーンって言われてるんですけれども、一つ一つちょっとみんな違うんですけど、ラリマーの場合はやっぱり熱い、熱してるものをこうクールダウンしてナーチャリングしてくれるエネルギーがラリマーなんですね。だから今週1週間はやっぱりそのお水もたくさん飲まれるといいと思います。しっかりお水を飲んでお風呂に入って、それから、泣きたくなるような時はしっかりとグッドクライをしたらいいって言ってますけどね、ナーシャ様はね。まあそういうこともあるかもしれません。で、まあやっぱりですね、このチャクラ、ハートじゃなくて、これはね、このブルーですから、これ喉のエネルギー、喉に来るんですよね、やっぱり。だからやっぱり自分の本当の気持ちをしっかりとスピークアップしていくことも大切だと思いますね。しっかりと自分の中にあるこういったナーチャリングのエネルギー、そして自分の中のインナーチャイルドみたいなものもしっかり抱きしめて、そしてやっぱりこうマザーアースである地球ね、母なる大地、地球とつながることで、ね、海の水としっかりつながる中で、私たちはきっとこう大きく癒されてね、宇宙からいや生かされてるなって感じることができるんじゃないかなと思います。はい、本当に今回のこのグランド水のトラインのカイロンの癒しのエネルギーがたくさん来てるので、この方、このカード引かれた方は多分今週はたくさんリリースするようなことがあって、一生懸命やってきたご褒美で自分をしっかりと、美しみ育ててあげてください。はい、ご清聴どうもありがとうございました。素敵な1週間をお迎えください。